チェコ国鉄016号線、別名フルジムボロフラーデク線は、チェコ国鉄の鉄道線の名称である。1899年、オーストリア・ハンガリー定率王立国有鉄道の路線として開業した。すべて各駅停車。運転系統は、モラバニ・ホリセオ・サカに分かれており、モラバニ・に北ク以イナンを直通する列車はない。しかし、 両車は、モラバニで7から9分程度の時間で接続している。平日は2時間に1本、休日は4時間に1本運行されており、上り下りとも、モラバニで010号線のコリン方面、トルジェボバー方面の双方に接続している。すべて、船内のみの運行である。おおむね2時間に1本運行されており、上り下りとも、モラバニで010号線のコリン方面、 トルジェボバー方面の双方に接続している。一部は0105線のパルデビツェンに乗り入れる。なお、2015から16年度は、すべて線内のみの運行であった。2011年末以降運行を休止していたが、2014年末に運行を再開。1日あたり、平日6往復、土曜、休日3往復運行していた。2018年度は、 休日に往復の運行となり、2018年末、以降運行を休止している。以下では、チェコ国鉄レイチ号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。なお、すべて各駅停車である。堀ツイートは運行を休止している。ありがとうございます。